やばいじゃん。やばくない？こんにちは。こんにちは。こんばんは。かわゆい。めっちゃかっこいいんだけど。あの髪を切って、はい、おはようございます。はい、お買うわんやん。買うわんのねライブ来たかったっすよ、マジで。買うわんさん、右腕左腕っすね、僕たち。はい。僕たちあのポジション的にはあのトップ下で、トップ下、チームトップ下。はい、ちょっとまたあのライブ行かせていただくんで、ちょっとたまたまね俺らスイッシュで、そうキスハグスイッシュでね、僕らライブしてて来たかったんですけど、この間もあの一緒にカラオケ配信したんですよね。まあ、僕もあのちょっと歌うますぎてあんまちょっと歌いたくなかったんで歌わなかったんですけど、いやちょっとカブアンさんとちょっとまたやりたいですよね、ライブ、インスタライブとかもね。髪切りました。本当にね、髪切ってからもうあの辛いっす。普通に帽子が外せなくて、ね、いやなんかこう嫌ではないんですけどね、全然嫌ではないんですけど、ちょっと短いなっていう。そうそうそう、はい、練りましょう、練りましょう、はい、練りましょう。そうっすね。あ、本当ですか？似合ってる。今の髪型めっちゃ好きです。色変えようかな。いや変えれない変えれない。クローズあるよ。いや全然そんな嫌じゃなかったんですけど、急に。みんな新曲聞いた？新曲滑走路に咲く、滑走路に咲く聞いてくれましたか？キスハグキスのこっちで流せるかな。ずっと起きしないと聞かせれないな。聞いてくれましたか？ ありがとう、最高です、嬉しいです。いやね、めっちゃいいよね。めっちゃ面白いですよね、歌声がやばしやばし。あ、ありがとうです。イフもね、なんかこう、まあ、自分の
聞こえるかな。早く配信してほしい。 いやこの曲も結構自信あるんでね、ぜひ。誰かでのライブはまだ決まってないですけど、そう、 X 様から結構ねインスピレーションを受けてて、俺 X 様めっちゃ好きってずっと言ってんだけど、そうサンプリングでねこう X 様のそう入れたいなと思ってジンジャーエール入れました。はい、まあ、これはさすがにちょっとガンって入ってるから、下げようかなって思ってるんですけど、まあ、1ヶ月に1曲ぐらいこう個人でもなんかやれたらたらなぐらいで軽い気持ちでやってるんで、まあもうちょっとしたら負けますかね。なんか俺もうめっちゃ上げるやんって思ってんねんな。もうだって数えたらもう
まあ、1000人ちょっと次はね秋に1000人が1000人のライブがあるんでね、10月かもあるんで、秋かあるんで、ぜひ本当に僕本当歌とかそういう曲とかで頑張って集めないといけないんでね、歌声聞きたいです。ありがとうございます。絶対行きますね。スタバはチャイティラテです。はい、カバーしたいんですけどね、カバーやりたいっす。カバかい、てかボカロ P の人がすごいなんか、そう、お若さんがね、そう亡くなられたんですけど、そうボカロとかも僕全盛期本当いやー歌ってみたら懐かしいです。個別を、あ、個別行かないでいいね。てん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 
冗談交じりのトゥン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 トゥ
やざす。こやざす。かっこいいただきました。どうか愛を。いや、リュリュめっちゃ好きで、彗星とか超聴いてた。てか、聴いてるし。そう。まあ、キスハグでちょっとだけ稼働しました。個別当たったので、あ、合ってます、個別いい。天国を。今てててなてて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 ていや、めっちゃいいんすよね。本当に綾野聞いてほしいわ。綾野の幸福理論、これゲロいいっす、マジで。
小さな家の中でひそひそ話そう秘密の作戦みたいに連れてこられた三人の真っ赤な目には大人に隠してた過去がある。怯えた顔で僕は化け物だが私は告げるそんなことはないよって。この後、この後、はい、この後、この後来ますよ。ストリングスがまたいい。2番に入ってくるストリングスがまたいい。いやもうね、久々にこうちょっと聞くといいっすよね。うん、あ、嬉しいスライカー計算きっかけで、うん、これ綾野の幸福理論って曲ですね。そうなんですよ、ネロさん大好きでね、ネロさんが好きすぎて始めたみたいなとこありますからね、歌ってみたみたいな。そう、ソラルさんとネロさん聞いて、なんかこ
になりすぎてて、これはあかんと思って、最近は彼かな。ちょっと古いっていうか、この曲は、ああ、ちょ、これトリプレイだな。入ってなかったっけな。ダメだ、入ってない。嘘だろ、パソコンと同期できてないや。最近ちょっとね、こういう全然覚えないですね、僕が聞いてみる。やっぱいい曲はね、ずっと聴きますね。あとこの曲やっぱライブがめっちゃいいっていう、そう、ライブのアレンジが全然違うんですよ、毎回違くて。そうそう、スティーヴ・ボーンにすごい影響を受けてる人なんですけど、スティーヴィー・レイ・ボーンもめっちゃいいんですよね。スティービー・レイ・ボーンがもうこいつやべえなって思ってて、そう、
受けてる時とかあるからね。まあいっぱい聞いたってそうはないですよね。ロビンシェイク、おえ、聞いてみよう。カントリー系ですか。そう、はい、めちゃめちゃ日本人だったら、日本人か、でも日本人だったら最近はもう首ババっすね。もう首大好きですね。シボイズわかりますよ。やりたいんですよね。エモラップいいですよね。エモラップ系ってね、やっぱエモ、日本ではエモラップやってる人って、まあこう世にあんまりこうボーンって出てる人。
誰だろうね。あ、でも普通にあいみょんさんとかめっちゃ聞くけどね。どういう風に書いてるんだろうっていう風に見ることが、なんかメロディとかはもう独学っていうか、自分がいいの書けるからっていう謎の自信そう、まあメロディは別に自分がね、微妙やな、変えてみるかっていうのないっすね。基本はもうトップラインは1日もかかんないね。3時間とか4時間とか、まあそのワンコーネスだけ書いて作って、ムカムカ完璧な、君はまるでドラマのヒロインみたいだみたいなところを、そうで、僕その当初リバーデイルに超ハマってたんで、もう絶対リバーデイルのワード入れたいっていう、はい、
光あった。はい、光。そうですね。パート分けも僕がしましたね。パート分けも僕がしました。はい。いや、まあ、買わないかと。そうっすね。まあ天才っすね。まあいろいろあったんですけど、普通にまあ言わずだとちょっと分かりにくいかってことで if にしました。はい、特にそんなにあれがあれはいや、あれ1日じゃないですね。あれはね、ワンコーラスだけだったんですよ、もともと。そう、一番の曲は2番のラップも、あ、途中でね、あのザワンからかな、ザワンからだいたい歌メロ歌が入ってるかな。基本歌詞だけは書かないですかね。まあでも確かにメロディーが先かな。たたたた。メロディーかな。メロディー先にでもほぼ一緒。カズマさん作る歌です。センキュー。あー、メンバーがね。ただ俺ね、自分で作りたい人なんだよね。なんかね、自分で結構
そうですね。なんかみんなの、うん、みんなとかなえさんってあれか、告白とか、うん、いや作ってみたいですね。でもみんなに曲を作ってみたい。あ、メンバーそれぞれに、うん、なんかって思ってます。ポップティビビックの、花澤香菜さんの、私服ださい、私服、ちょっと見てほしい。俺ね、多分ファボしたんで、カズマのファボから飛んでくれればね。ただ僕はもうダントツ花澤香菜です。もうダントツ花澤香菜さん。
声優、いや僕声優はできない、声優難しいですよね。声優さんもすごい好きですけど、カズマさんがドタイプ、あの曲可愛くて。むずいっすね。ちょっと待ってくださいね、今ちょっと名前が出てこなくて、ちょっと名前が出てこなくて、すごい申し訳ない。いい歌歌う人好きなんですよ。なんか上手いとか、まあ上手いですけど、高田充希さんも、そう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 、君の名の人かな、なんか歌め。みんなありがとう、来てくれて。なんかすごい俺のなんかパーソナルめっちゃ喋っちゃったけど、はい俺がもう、まあ、今のところすごい俺が